はいどうも、インディーゲーム専門 VTuber の白コリゲームズです。今回プレイするタイトルはテレフォーラム。ファウンドフッテージスタイルのホラーアドベンチャーです。ある一人のジャーナリストが今は亡きテレビ番組テレフォーラムの放送中にその生涯を閉じた。どうやらその事件にはあるビデオテープが関わっているらしい。あなたは彼の妻のアパートを訪ね、この恐ろしい物語の真相を突き止めようとします。しかし、だんだんとビデオテープに見入られていく主人公たち。不可解な出来事が起き始め、その謎に迫っていきます。何を調べるのか、どんな会話を展開していくのか、選択により分岐するマルチエンディングです。それでは早速プレイしていきましょう。はい、今回はテレフォーラムというゲームを遊んでいきましょう。最初から日本語になっていました。プレイ。ジュリアナ、ここが取材するお宅の建物ね。撮影はもう始めてる？もうスイッチが入ってると思ってましたよ。おかしいな。でも、もう撮影を始めましたよ。資料はたくさん用意した方がいいわ。6階に行きたいんだけど、ボタンを押してもらえない？ 6 階ね。OK。これね、ポイント&クリック形式のホラーみたいです。FPS って感じじゃないみたいですね。どうしたの？何か言いたげね。未亡人の迷惑にならないでしょうか。起きたことについて思い返していたんです。撮影の許可は得ているんですか？どうだろう。許可は得てるんですか？許可って何のこと？これは戦場的なネタだから、待っても許可は下りないでしょ。だから上司には完全な資料を渡す必要があるわ。資料が全て揃っていれば受け取りを拒否できないでしょう。もう強行突破みたいな。異様な光景だったわ。あなたは見てないでしょ？他の方から話を聞きました。彼が例の件で何を使用したかについて。見ずに済んで運がいいわね。私も見たくなかったわ。あなたも聞いていると思うけど、彼はセルソに VHS テープを渡したの。セルソってVT オペレーターですか？そうよ。セルソは放送でそのテープを流すことになっていたけど、できなかった。技術的な問題のせいでね。そしたら、例の事件が起きたのよ。エレベーターが到着したわ。行きましょう。例の事件、何それ？教えてほしい。私たちが取材するのは、608号室のお宅よ。覚えやすいでしょ？日差しが差してる方、ゴミの方。え？ 604。 ここはなんだ？ 608？ ゴミ袋の方に行く？あったあった、608。すぐそこが部屋だと思うわ。着いたわ。準備はいい？奥さんがドアを開けたところからもずっと撮影し続けるのよ。すごい迷惑ですね。玄関のドアを叩くか呼び鈴を鳴らすか迷うわ。どちらの方が見栄えがいいかしら。見栄えなんだ。まあ普通にピンポン行こうよ。どん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 って叩くよりはね。彼女に見知らぬ人と話す気力はあるでしょうか。取材中にカメラが誤作動しないといいですが。未亡人ってことは多分旦那さんが亡くなっちゃったんでしょ？話す気力あるかね？大丈夫よ。きっと出てくれるわ。鳴らし続ける？もう一度、私にやらせて。出ないね。彼女は在宅でしょうか？ウォルターさんと長く働いていたんですか？私たちと会いたくないのでは？ウォルターさんって誰だろう？長く働いてたんですか？4年間一緒だったわ。だから短くはないわね。だから、今回の出来事は私にとっても辛いことなの。彼のためになることをしたいわ。その過程でこの状況を利用するつもりですか？もちろんよ。彼なら私を千載一遇の機会を感じ取る鋭い感覚を持ち合わせていると褒めてくれるでしょう。
これで3度目の正直ね。お、おいと、どうされましたか？エイドリアナ。はじめまして、マーティンスさんですか？チャンネル8の取材班です。例の件に関して、慎んでお悔やみ申し上げます。哀悼の意を伝えるのにカメラが必要なんですか？ウォルターさんの特別番組を作っているんです。あ、亡くなった人のと一緒に仕事をしてたんだ、ジュリアナは。この番組は、解雇的な彼へのオマージュ作品です。彼は長いこと局で働いていましたから。ですから、彼のことや先日の出来事について、あなたに取材したかったんです。なるほど。わかりました。それならお話しした方がいいかもしれませんね。どうぞお入りください。まあ、元旦那の職場でもあるし、みたいな。そういう感じ？これで OK をもらえるとは思っていませんでした。彼女にとっては、かえってこれが良かったのかもね。彼女が心変わりする前に行きましょう。でも話すのは辛いでしょうに。マーティンスさん、私たちを招き入れてくださり、ありがとうございます。はい。すごい暗い。そりゃ暗いよな。私たちの会話をこちらのシルバーが録音してもよろしいですか？今からですか？それはどうかしら。すでに録音してるけど。何ですか？お茶かコーヒーはいかがですか？でしたらコーヒーをお願いします。では、入れに行きますね。何？犬がいる？彼女、あなたを疑っていそうですね。それはいいから、この隙に部屋を少し調べましょう。目につくものはすべてカメラに収めてね。私たちは今、映像資料に囲まれているのよ。まあ、何でもいいから、証拠というか資料を見つけろと、やっぱ犬がいますね。かわいい。キュンキュン言ってる。いいわね。ガンパウダーのいい映像が撮れたわ。ガンパウダー？ウォルターはいつも財布に愛犬の写真を入れて持ち歩いていたわ。まるで自分の息子の写真のようにね。愛犬の名前がガンパウダーって言うんだ。変わった名前。同じ壁の撮影ばかり撮ってないで。ちゃんと部屋全体を撮影してね。わかった？ああ、なるほど。まだここら辺も見れますよね。この家には本がたくさんあるわね。資料として役立ちそうなのはある？一冊、本棚と雰囲気が馴染んでいない本がありますね。見せて。電子機器のマニュアルだわ。ブラウン管についてのページにしおりが挟んである。ページが外れているわ。なるほど。これは？テレビ。あのテレビの映像は綺麗ね。でもあのテレビ、なんか変ですね。数日前の落雷のせいで調子が悪いのかもね。この落雷はウォルターの事件が起きた日にあったと思うわ。そうなんだ。ビデオデッキのプレイヤーがありますね。高そうだな。今はこれにどれくらいの値がつきそうですかね。200万クルゼイロは行くでしょうか。もっと行くと思うわ。ウォルターはこれを買うためにローンを組んだそうよ。車で送ってくれた時にこう言ってたわ。へえ、すごい、ビデオデッキが高価だった時代なんだ。マーティンさんがお湯をフィルターに注いでる音が聞こえるわ。もうすぐ戻ってきそうだから、今のうちに調べられるだけ調べておきましょう。わかった。こっちの棚を見たいですね。この写真を見てください。これは、風景の写真かしら。あまり綺麗な風景じゃないわね。それにピンボケしているわ。感じるわ。この写真には何らかの背景事情がありそうね。後で彼女に話を聞いてみましょう。デイリートロフィーがありますね。ウォルターは70年代に書いた記事で表彰されたのよ。曲のオーナーはこれで私たちがもっと注目されると思ったんだろうけど、そうはならなかったわ。ローカル局は大手局に勝てないわ。この件だって大手なら権力を行使して揉み消そうとしていたでしょう。本。あなたは私よりウォルターについてお詳しいですよね。彼は読書家でしたか？
彼は毎日ほとんどの新聞を読んでいました。これらの本は多分マーティンスさんのね。そうか。この見出しを見てください。ウォルター・マーティンスの悲劇的な死。すでにニュースになっているのね。彼女がまだその新聞を保管しているのは意外ですね。どの局も真っ先にこの件を報道しようとしていましたね。彼女がまだその新聞を保管しているのは、いやでも保管するんじゃないかな。意外って言っとく？人それぞれ悲しみ方は様々だからね。もうすぐコーヒーができますよ。呼ばれちゃった。この間に何を調べたかによって結末変わりそうですよね。あなたも一杯いかがですか？まあいただいておこうか。いただきます。わかりました。それで取材についてご検討いただけましたか？ええ、取材に応じます。ありがとうございます。では取材の準備をしますね。シルバー、取材はあの椅子から撮影して。準備はよろしいですか？いいえ、でも気になさらないでください。わかりました。では3、2、1、撮影開始。私たちは突然私たちの元を去った大切な同僚、ウォルター・マルティンスの奥様、エイドリアナ・マルティンスさんと一緒にいます。彼女はこの辛い時期に私たちの取材に応じてくださるとおっしゃいました。お宅を拝見するだけでも、お二人の今までの暮らしぶりを伺い知ることができます。ここで何を撮るか。高価なビデオデッキ、電子機器のマニュアル、リビングのトロフィー、棚のピンボケした写真。どうだろう、まあ、さっき私が調べたものですよね。さっきの探索でやっぱ変わるんだろうな。まずはトロフィー行きましょうか。ウォルターは小さな局で働く非常に優秀なプロでした。それについてどう思われていますか？彼は小さな局で働いていた方が上層部との間に問題が起こることも少ないと考えていました。彼はトピックを提案し、仕事を実践的にこなしていました。それにローカル局は生き残れると信じていました。私たちは充実した生活を送っていました。彼はそういう意味では野心家ではありませんでしたね。彼は本当に素晴らしい人でした。新聞の見出しについて、これ全部聞けるのかな。家に本がたくさんありますね。ウォルターはよく新聞も読んでいたんじゃないですか？ええ、彼は番組のために新聞をいつも読んでいました。最新の時事問題を常に把握するためです。それに若いジャーナリストたちとのことを勉強不足だと非難していました。ええ、それは私も知っています。ガンパウダー。この辛い時をあなたはどうやって過ごされていますか？このガンパウダーが心の支えになりました。犬のことですね。もちろんです。彼もだいぶ落ち込んでいまして、彼も何かがいつもと違うと感づいているようでして、ウォルターを恋しがっています。私は彼の世話をすることで気を紛らわすことができています。そうだな、棚のピンボケ写真。リビングにちょっと変わった写真がありますね。ああ、これは二人で初めて撮った写真です。カメラを三脚に乗せ、写真を撮影する準備をしました。そうしたら、ケダリという鳥がどこからともなく現れました。私たちは巣に近づきすぎたようでした。鳥は怒ってカメラを攻撃しました。これはその瞬間に撮れた写真です。そしてその鳥は次に私たちを攻撃しました。撮れた写真を見たら、二人は全く写っていませんでした。でも彼はこれをとても面白いと言ったので、額縁に入れて飾ることにしたんです。私もこの写真を面白いと思っていました。ごめんなさい。これ以上は話せそうにありません。楽しい思い出でも、今ね、思い出すのは辛いですよね。わかりました。映像素材は十分撮れているので、心配なさらないでください。彼はこういうタイプじゃなかったんです。とても心配性で、まさかあんなことをするとは。まさかこうなるとは、誰も予期していませんでしたよ。
私もウォルターが銃を扱っていたとは思いませんでした。銃ですって？何の銃ですか？ウォルターは銃を所持したことがありません。銃とは、番組の放送中に彼が使った銃のことですよ。彼は銃を使っていません。彼が引き金を引く瞬間を私は見ていました。銃を使っていないというのは、曲のペレイラから聞いたんでしょ？いいえ、彼はナイフを使ったと聞いている。彼は毒を飲んだ。彼は首を吊った。これ私が答えるの？ナイフ、毒、首？なんで銃を使った？自分で死んだってこと？彼は首を吊ったと聞いています。なんですって？なぜそんな話になっているんでしょう？そんな、彼があのテープを手にしてからうすうす感づいていました。彼が流そうとしたテープのことですか？セルソがスタジオに戻ってテープを調べたら、フィルムは焼かれていたというようなことなら聞いていますが、それは元のテープではなくコピーでした。それは本当なんですか？元のテープはまだお持ちなんですか？はい、こちらです。彼がこのテープで何を見たか、それにこれをどこで受け取ったのかも知りません。ウォルターは私にこのテープを絶対に見ないと約束させました。彼は私が家にいない時か、夜明け前にこれを見ました。特別番組の制作のために見ておきたいですか？呪われたビデオテープってこと？私は見るべきではないと思いますが、どれだけ説得してもあなた方の決心は揺るがないと思うので。私は、ちょっと外へタバコを吸いに行きますね。テープの音も聞きたくありません。自己責任。これで資料はだいぶ集まったわ。まるで幽霊でも見たかのような顔をしているけど、あなたもここに残るでしょ？はい、ここで何があったのか見てみたい。正気ですか？私はここから出ます。まあでも、ジャーナリストとしては。やっぱりあなたを連れてきてよかったわ。じゃあ私が映像を見ている様子を撮って。その方がテイク数が増えて、編集するときにこのテープの内容を映像に挿入できるわ。大丈夫かな？ちょっとスペースを空けましょうか。では始めましょう。私が第一印象の感想を述べているところを映像に残しておいて、後でいくらでも編集できるわ。じゃあ再生を押すわね。始まったわ。ここはどこかしら？知らないものね。このシンボル、なんだかわかるような。あなたはこれを見てどう思う？見ているだけで頭痛がしてくる既視感を覚えます。このシンボルの意味がわかるような気がします。全然わからんけど。既視感を覚えます。本当に？私もよ。これを見たことがあるような気がするのはなぜかしら。廊下？画面が変わったわ。よかったわね。彼はこの建物に入ったのね。ここはどこかしら？牢獄、ショッピングモール、博物館、学校。この様子からすると牢獄？牢獄ね。独房にいるのは囚人たち？彼はこのまま直進しているわ。すごく長い建物ね。こんなところ存在するのかしら。見て、この先に誰かいるわ。この人、まるで。なんか喋ってる。今の聞こえた？音量上げてみるわね。
チャードをあのアーチの下で散歩をしよう。オスカーという人の名前を呼んでいる。我々は支配を企んでいる。え？全然わかんないな。一番下にしてみようか。我々は支配を望んでいる。 ZKA って聞こえたの？本当？私には何も理解できないわ。もう一度音量上げるわね。聞こえなくなった。大丈夫ですか？終わりましたね。画面を消します。これ以上は無理だ。大丈夫ですか？え？どうなった？番組出来上がった？どうなったんだろう。よし、この建物で間違いないわね。あ、ちゃんと番組になった？撮影はもう始めてる？え？レンズのカバーを外しますね。わかったわ、急いで。あれ？これでクリアだったってこと？これ2周目始まってる？行き先は608。まるで幽霊を見たかのような顔をしているわね。なんだか既視感を覚えまして。ね、覚えた覚えた。そのようね。何回も繰り返し遊んでいくタイプってこと？今回は6回押さなかったですね。何回も繰り返し遊んで真実に近づいていく系？さっさと608号室に行きましょう。窓に向かうとどうなるんだろう。窓に向かう。あなた何をしているの？もたもたしないでくれる？番組に役立ちそうな資料を取れると思ったんです。はあ、もう取れたでしょ。行くわよ。ここが608号室よ。いよいよね。で、どうするかか。じゃあ今回はどん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 。お、いきなり開いた。こんばんは。私たちはチャンネル8の取材班です。先日の出来事について取材させてください。取材を撮影しても構いませんよね？ウォルターのことについて聞きたいんですよね。最近の出来事について積もる話があるのでは？どうぞお入りください。誰かと話せるのは嬉しいです。ちょっと展開が違いますね。テープについて聞くつもりですか？そうよ。さあ入りましょう。テープについて知っている？さあ始めるわよ。お茶かコーヒーはいかが？私はいいです。何かを用意する。で、この間に、いりません。もうさっさとしてほしいわ。彼女を待ちましょう。わかりました。周りのものをよく見てみますね。ええ、好きなようにして。じゃあ、前回見えなかった。これは？家に入った時、ここにブーツがありましたよね。花瓶？これは何の植物でしょう？知らないわ。手入れがよく行き届いていますね。マーティンさんは悲劇を乗り越えて植物の世話もできるようになったようです。それか世話をすることで彼女は平常心を保とうとしているのかもしれません。そうだね。ここら辺も見てみる？証書がたくさん並んでいますね。
ウォルターはそこまで出来損ないじゃなかったからね。曲の一部の人たちと違って。そうでしたね。でもここに書かれている機関の名前はどれも知りません。犬ちゃん。ん？この前と、いや、ガンパウダー、名前を知ってる。落ち着きがなくて不安そうだな。それとも何かを怖がっているのか。ねえ、玄関のドアの上に変なものがぶら下がっているわ。取りに行って。玄関。玄関の上？これ？これは何でしょう。さっき言ったでしょ。あなたならジャンプすれば手が届くはずよ。それを外して、目障りだから。わかりました。外します。ありがとう。あなたに害はないでしょう。奇妙な小物だな。これをどうしよう。私の視界から消えればそれでいいわ。ジュリアンナ、なんかどうしたんだろう。なんか不穏な雰囲気ですね。さっきと映ってる番組が違う。もうすぐ雨が降りそうですね。おかしいな。あの日は晴天でしたよね。戻りました。やっぱ覚えてるんだな。本題に入りましょう。ウォルターはテープをスタジオに持って行ったけど、これはコピーだったんですよね。元のテープはあなたがお持ちなんでしょ。なぜご存知なんですか。そうだよね。彼が持っていたテープは私たちが調べました。元のテープを見せてください。わかりました。こちらです。彼がこのテープをどこで見つけたかご存知ですか。それを聞きたくてここに来たんですか。あなたの目的が分かっていたら玄関のドアを開けなかったのに。どうぞ、私は見たくないので外へタバコを吸いに行きますね。見終わったら言ってください。また見る流れ。このテープの映像も撮影しますか。未亡人ですよっていうのは、わかるけど、確かにジュリアンナちょっと急ぎすぎてる感はありますよね。彼女は未亡人ですよ。不謹慎ではありませんか。それについて議論している暇はないの。でも確かにあなたが言うことも一理あるわ。この件を調べているとそわそわしてくるの。ねえ、あなたはマーティンさんの様子を見に行って。取材するのもいいわ。前から取材したがっていたでしょ。いい機会になるわ。このテープがどこでどうやって来たか質問して。自分はテープを見るのかな。窓際にいらっしゃる。深呼吸をして。この匂いは何ですか。タバコの匂いじゃありませんね。いや、取材に集中しないと。いい映像が撮れれば新しい機会が開けるかも。マーティンさんの不安を和らげることはできないかな。何も変えられないかもしれないけど、やってみよう。ちょっと寄り添ってみるか。マーティンさんの不安を和らげることはできないかな。そうなると信じたいよ。マーティンさん、どうかなさいました。窓は調べられないね。もうテープを見終わったんですか。いいえ、まだです。今ジュリアナがテープを見ています。その間にいくつかの質問に答えていただけませんか。番組に関する質問ですか。取材はジュリアンナが担当しているんじゃないんですか。そうですが、彼女は今テープを見るので手一杯でして、新たな仕事の機会として頼まれました。あなたのことが心配だったんです。心配ということで。彼女のような人は報道番組のスタッフに多くいますよね。ウォルター経由で会ったことがあるんです。欲しいものを手に入れるためには手段を選ばない人たちですよ。わかりました。あなたの取材に応じます。でも、よく考えてから質問してくださいね。質問によっては冷静さを失いかねないので。調子はいかが、事件が起きた日、ウォルターさんはどんな様子でしたか。テープの内容について。でもテープは見てないって言ってたからね。まずは調子はいかがですか。
ひどいわ。あれが起きてから一睡もできていません。心の準備ができていれば違ったでしょうが、あのテープが現れてから家の雰囲気がガラリと変わったんです。彼は毎日部屋にこもって何度もテープを見ていました。彼はもうすぐわかるはずだと言っていましたが、私には何も見せてくれませんでした。彼は一度も見せてくれませんでした。テープがどこでどうやってできたか、彼はなぜコピーを作ったのでしょうか。あなたはなぜテープを保管していたんですか。なぜコピーを作った。コピーを作る理由ね。私は記録を保存して共有するためだと思います。物事を共有するんです。あの女性が私の家のリビングであのテープを見ていると想像するだけでゾッとします。彼女はなぜテープに執着しているのでしょう。実を言うと私にも分かりません。分かりません。この事件の重要な資料になるからです。まあそうだよね。そうでしょうね。でも私にテープを要求したあなたの同僚の目は貪欲でした。ウォルターさんについて聞くとばかり思っていましたよ。あなたの同僚だったんでしょ。そうでしたね。そうだっけ。あなたの同僚の様子がなんだかおかしくありませんか。私は彼女と会ったことがあります。あなたとも会ったことがあると思います。エイドリアーナも前回の訪問のことを覚えてる。彼女とは局で会ったのかもしれません。それは違うと思います。私はまだ新人ですから。なるほど。だからあなたは彼女のことが苦手なんですね。今のところかもしれませんが。私がですか。ええ。そもそもなぜあなたは取材に参加しているんですか。これが私の仕事なので。もう取材を終わらせてもらってもいいですか。仕事だから言われたことをやるしかない。取材を終わらせたがっている。これはどっちが正解かな。まあでももうちょっと話せば何か情報を得られるかも。これが私の仕事なので言われたことをやるしかないんです。あなたは取材を放棄することをしたんですね。いいえ。あなたのことは責めてませんよ。あなたに落ち度はないんだから。あなた方の気持ちもわかります。出世したいんでしょ。それには注目を浴びそうなニュースを取材するのが一番効率がいいはずです。あなたもお分かりでしょう。このテープを見てもこの出来事そのものを調べてもいいことは決してありません。ポケットの中の物体がずっしりと重い。ああ、さっき撮ったやつか。玄関に飾ってあったポケットの中の物体。答える必要はありません。あなたの表情が全てを物語っています。この世には追求する価値がないものだってあるんですよ。代償が大きすぎるわ。何かが頭に重くのしかかってる。心に、胸に。私たちの仕事は人々に情報を提供することです。他の人たちがこのような高い代償を払わずに済むように。言葉にしてみようか。私たちの仕事は人々に情報を提供することです。私は信じたいです。あなたも信じていないでしょ？正直私はそれを信じてない。信じたかった。私はそれを信じます。これは重要な出来事ですから。まあ気持ちもわかるわ。ちっとも学ばない方ですね。なんだかひどい頭痛がしてきたわ。彼女がテープを見終わったか確認して、私の家から出て行ってください。誰もいないリビングに戻りたいので。マーティンさん、取材に応じてくださりありがとうございました。開いてる？開いてるな。雷？
れ、また戻ってきましたね。これはまた何かが起こったと思われる。3周目ってこと？ん？なんか様子が違う？お？急いでマンションの部屋に向かわないと。部屋へ。何号室だったっけ？ 608。 ああ、そうだった。誰かと一緒に来ていたような。ジュリアナがいない。ジュリアンナ、どっちだっけ？どっちだっけ？ジュリアンナ。そうだ、あいつだ。合ってた？あのテープのせいだ。私は、録画されていない悪夢を見ていた。見たものの名前を見ては忘れていた。存在しない未来の過去を見ていた。え？なんだこれ。録画されていない悪夢。見たものの名前を見ては忘れていた。存在しない未来の過去を見ていた。これ何も今までの情報からわからないよね。見たものの名前を見ては忘れていた。私はすでにどれだけ忘れてしまったのだろう。私はすでにどれだけの記憶をたどっているのだろう。部屋だ。彼女はそこにいた。え？すべて映像に残さないと。すべて役立つ資料になる。え？このまま進まなきゃ。この道。どうしよう、もっと気をつけないと。こっちか。音がする。音が出ている場所に行くべきだろうか。よし、このまま進むぞ。このドアは何だ？彼女がいたところか。ドアがびくとも動かない。でも、格子がある。中のものを見たくはないけど、見よう。あれ？ジュリアンナ？彼女は一体どこに向かっているんだ？その、どこに存在しようが、私は絶対にそこに行きたくない。ここにいたくない。早く去らないと。異様な匂いがする。この匂いは嗅いだことがあるような。こっちに行ったの？あ、ここは匂いが特にきついな。この匂い、悪臭だ。え？犬？進もうか。あ、犬ちゃん、ガンパウダー？ここで何があったんだ？ガンパウダー、なぜここに犬がいるんだ？飼い主はどこだ？ガンパウダー、飼い主はどこだい？これは私の空想か？それとも、犬が家を避けているのか？このタイミングでこんなことになるなんて。うわ、ガンパウダー、戻ってきてくれ。逃げてっちゃった？彼に何があったんだ？犬が玄関をかけていったぞ。犬のいた場所にメモが落ちてる。メモを調べようか。メモだ。もう限界。やってはいけないことをやってしまった。私はこの先、記憶の中で編集されたものしか見ることができない。私は意味をなさない形やものに囲まれている。明確な形のものが現れると恐怖に襲われる。これを読んだ方、ガンパウダーをお願いします。彼女も、ああ、この文字を見ているとめまいがしてくる。あれ、犬はどこへ行ったんだ？
あの奥さんもビデオ見ちゃったってこと？ガンパウダー？中に入ってみよう。このまま進まないと。本当に中に入るべきなのか？そうかな。私はここまで来たんだから入ろう。今やっと気づいたぞ。これは悪夢だ。声に出して言う。心の内に留めておく。夢だって思い込みたいなら声に出して言ったら。私はカメラに操られている。私はカメラを制御できない。いつ撮影が始まったかもわからない。だいぶ前からかもしれない。ひょっとして仕事の応募者書類を提出した時から。ガンパウダーか？入るよ。ずっと吠えてますね。部屋の中で吠えてるの？テレビが割れてる。割れてるな。向こうの奥にまたモニターない？この奥っぽいな。どうなってる？奥の広い空間にテレビがあって、あのビデオが再生されてる。隣にはガンパウダー。え、ウォルター。視聴者の皆様こんばんは。今日は特別番組をお送りします。もしかしたら私にとってこれが最後の番組になるかもしれません。お知らせしなければならないことがあります。数週間前、私はある発見をしました。それからずっと私はその発見に苦しめられています。説明のしようがないことなんです。ですから皆様にご覧いただく必要があります。あなた方も私のような苦痛を味わうかもしれません。ですが私はここ数年間、皆様に真実をお伝えすることを仕事にしてきました。私たちが解放されるには皆様にこのことを知っていただく必要があります。テレビを正しいチャンネルに合わせてください。大変重要なこと。背筋を伸ばして聞いてください。気を張り詰めすぎる必要はありません。注意深くご覧ください。これが今まで解除されたやつってこと？これが今さっき再生されたやつで。これは取材が始まる前の、ゲーム前のですよね。これは？これ見てない。これなんだ？ドローネットレイク。これはエンディング分岐で解除されるやつか。まだあと5つもあるんですね。なるほど。なるほど。これがギャラリーか。巻き戻し。また最初からプレイして、これすべてを明らかにしたら、わかることがあるのかな？はい。というわけでね、今回はテレフォーラムをプレイしてみました。全部のね、ギャラリーを見てみたいよっていう方やね、実績も用意されているので、全実績解除してみたいよっていう方は、ぜひぜひ無料で遊べるので、チェックしてみてください。すごい雰囲気がいいポイント&クリックのゲームで良かったですね。
まだね、お話の全貌は見えないんだけど、とにかく雰囲気作りがめちゃくちゃ良かった。驚かしに来るようなジャンプスケア系はなくてね、なんか見ちゃいけないものを見てしまったっていうじわじわ恐怖を感じる雰囲気が良かったなって思います。でも無料だとは信じられないくらいのクオリティですね。はい、ここまでご視聴誠にありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。